こんにちは。今回は文法の窓に文法のまとめ、助詞・助動詞の働きから1、助詞と助動詞についての学習動画をお送りします。どうぞよろしくお願いします。今回の学習の目当てを確認していきます。文の中から助詞と助動詞を見抜けるようになろう。品詞分類表を確認していきましょう。まずは品詞についての復習です。教科書240ページの品詞分類表を見てみましょう。はい、このようなものがまとめてあると思います。下の段の名詞副詞連帯詞、接続詞感動詞、動詞形容詞形容動詞、助詞助動詞、これがスラスラと言える状態でしょうか。今回は一番左の2つ、助詞と助動詞について勉強していきます。付属語を探そう。付属語の特徴、文の中から付属語を抜き出してみましょう。例文、今日は朝から太陽の日差しが眩しかった。一緒に順番を見ながら確認をしていきます。まずは文節分けをしましょう。今日は朝から太陽の日差しが眩しかった、この5文節になります。文節分けをしたら今度は単語分けをしていきます。単語分けのポイントは辞書に載っている言葉かどうか、この基準で分けていくことです。今日と和で分ける、朝とからで分ける、太陽とので分ける、日差しとがで分ける、眩しいという言葉とた、これで分けることができます。さあ、そして文節の初めに来る単語を自立語と呼びます。今回は付属語を探そうですので、自立語の後に来る単語、これを付属語として見抜いていきます。例文の中から初めに来ていない単語だけを抜き出すとこうなります。はい、このようにですね、付属語を文の中から見抜くためには文節分けと単語分けを正確にできなければいけません。文節分けと単語分けについては学習動画中1国語、文法の窓1、文法のまとめ、言葉の単位、文節の関係1で解説をしています。文節分けに自信がない人はそちらの動画を参考にしてください。練習問題1、付属語を探そう。まずは簡単な問題から挑戦してみましょう。1、次の1から3の文から付属語を抜き出しなさい。私は新幹線で東京まで行きたい。これは誰のお弁当だ？今日は母親と電車で天神まで買い物に行く。さあ、どうでしょうか。順番はこうでしたね。文節分けをして、単語分けをして、最初に来る自立語を抜けば残ったものが付属語という考え方でした。それでは1番から一緒に確認をしていきます。私は新幹線で東京まで行きたいですね。はい、私と和で分ける、新幹線とでで分ける、東京とまでで分ける、行くという言葉にたいという言葉がくっついているので行きとたいで分けます。はい、そうすると下についているこれらの4つの言葉が付属語というふうになっていきます。2番も確認していきましょう。これは誰のお弁当だ、単語分けをして、これとは、誰とのお弁当とだ、下にあるものが付属語という考え方です。3番、今日は母親と電車で天神まで買い物に行く、単語分けをすると今日とは、母親とと、電車とで、天神とまで、買い物とに、そして行くになります。下に来ている言葉だけ付属語になりますので、はい、こちらが付属語になります。ということで答えは1番、和、で、まで、たい。2番、和、の、だ。3番、和、と、で、まで、にとなりました。どうでしたか？練習問題に付属語を探そう。それでは難しい問題にも挑戦してみましょう。2番、
次の1から3の文から付属語を抜き出しなさい。彼は一体何者だろうか。テストが早く終わってほしいよ。私たちは県大会には行けなかったね。さあ、ちょっと難しいですね。こちらも先ほどと同じ順番で確認をしていきます。それでは1番から見ていきましょう。彼は一体何者だろうかの3文節です。単語分けをします。彼とは、一体は一体ですね。何者だろうかは何者。そしてここからが難しいですね。だろとうとか。この3つの言葉、全部付属語なんですね。はい。ということで答えは、は、だろ、う、かになります。2番。テストが早く終わってほしいよ。テストとがを分ける。早くはそのままですね。終わるという言葉に手がくっついて終わってですね。欲しいによがくっついています。はい、下にある言葉が付属語です。3番、私たちは県大会には行けなかったね。私たちとはを分ける。県大会とにとは、この2つを分けます。行けなかったね。これも行けるという言葉になかった、ないがくっついて、た、過去形のたがくっついて、最後にねという言葉になっています。難しいですね。はい。答えは、丸1番は、わ、だろ、う、か。丸2番は、が、て、よ。丸3番は、わ、に、わ、なか、た、ね、になります。どうでしたか？付属語の特徴。付属語は一つの文節に複数存在することもあります。先ほどの問題は3つも4つもくっついていたものがありましたね。その構造を考えてみましょう。はい、先ほどの問題です。私たちは県大会には行けなかったよ。まず、私たちは県大会にはこの部分を見ていきます。県大会に行けなかったという文と、県大会には行けなかった。この2つの違い、分かりますか？はい。この和がくっつくことで、市大会には行けたのかなという意味を付属することができますね。それから、県大会には行ける。これを活用させて、県大会には行けない。打ち消しのないをくっつけました。さらに、それを過去形にして、県大会には行けなかった。さらにそれを念押しすると。県大会には行けなかったよ。このように文節の中から付属語を抜き出すときは、自立語に付属語を一つずつ付け足して考えるとミスが減ると思います。少し面倒かもしれませんが、正確に抜き出せるようにしましょう。じっくり考えるのがコツです。これとこれを分けたときに言葉として通じるかなというふうに考えると、この2つの言葉、分かれるな、分かれないな、これが判断できると思います。はい、学習のまとめです。助詞と助動詞を見分けるには、まず文節分けと単語分けを正確にすることが必要です。まずは自立語を見抜くことが全てです。そこから付属語を見抜いていく。この作業を何度もやって身につけてください。はい、というわけで今回は文法の窓に文法のまとめ、助詞・助動詞の働きから丸1番助詞と助動詞についての解説動画でした。ご視聴ありがとうございました。